こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。沖縄の仏壇ごとに興味がある人のための YouTube チャンネルです。さて、今日はなんと2年ぶりに復活ですね。コメントにどんどん答えてみた第51弾。多分2年前から見てる方はご存知だと思うんですけど、1週間分のコメントをまとめてどんどん答えていくっていうコーナーを毎週やってたんですね。で、急ぎのコメントとかにはもちろんすぐ返信してるんですけど、急ぎで返信が欲しい場合とか、行事ごとや法事の場合は日付とかも書いていただいたりとか、あと個人特定が怖い場合とか、位牌継承とか複雑な場合は LINE の個別相談でっていう風にお願いしていて、他の方にも勉強になって、かつ個人情報が含まれないあのコメントにどんどん答えてみようっていうコーナーをやってたんですね。ただ一つの動画が20分とか30分とかっていう風に長くなるので、ちょっと撮影の時の負担とかも大きかったので、一旦お休みにしましょうねって言ったのが2021年の12月12日。で、それから約2年ぐらい、今、経ってるんですけど、久しぶりにこのコーナーをちょっと復活させてみようかなと思います。コメントが多ければまた来週とかもやろうかなと思っているんですけど、少ないコメントだと、すぐ2、3個で終わっちゃうので動画作っちゃった方が、1本ずつ動画作っちゃった方が早いってなるんですけど、ぜひ皆さんのコメントをいただければ、私もどんどんこうやって答えていきます。ということで、早速コメントが来てますね。沖縄の1年期、3回期、7回期、13回期の若数光の準備物とやり方っていう動画で、教えてください。今年から仏壇を持つことになりました。どうか教えてください。ダーグ。はが、ちゅくん、ちゃわきっていうのはどんなものですかっていう質問でした。ダーグっていうのは、白い団子。ダーグって団子っていうのの、方言なんですね。ダーグっていうのは団子っていう方言で、白い団子7個を2皿。これは、なんかの法事だったりとか、年季法要だったりとかっていうので使う。ものですね。普段のお盆とかそういうのには使わないもの。法事の時に使うもの。法事の時に白い団子が7個、2皿分。だから合計14個ですね。これダーグって言ったらすぐ注文できます。で、このハーガーって言ったら、月と太陽を、モチーフにしたというか、イメージした、モチーフにした焼き菓子。焼き菓子なんですけど、月がこの三角のやつもあります。太陽は丸でやる場合もあるんですけど、時々この月と太陽を、月をこの真ん中が空いた丸で表現することっていうのもあります。これはお菓子屋さんによってハーガーの形っていうのがちょっと違ってくるんですけど、どっちも同じです。一個丸っていうのは同じですね、大体ね。で、この三角、月、が2種類に分かれていることが結構あるかなって思います。で、これが、7個。どっちかね。7個。こっちが7個。で、これが2皿分。これもお皿に、月を3個入れて、太陽を4個入れて、もう1個には月を4個入れて、太陽を3個入れて、7個7個にするっていう説と、月を7個入れて、こっちには太陽を7個。入れるっていう説とっていう風にして、いろいろこのお供えの仕方も両方あるんですけど、どっちが正しいのって言って、どっちも正しいっていう風に話をしています。で、この、丸いのっていうのを、ミーフグアガーシ、ミーフグア。で、これはヒーグアシっていう風に言うんですけど、輪っか状、これ、だいたいこれかな。これとこれとって言われると、これ、私こっちじゃないかなと思うんだけど、ちょっとこっちの場合もあるので、これちょっと調べてみますね。で、こんな感じで、とにかく片っぽ7個ずつ、ダーグもですね、7個ずつっていうのが、これ、ダーグの意味、ハーガーの意味、これも法事の時だけに使えます。告別式だったりとか、なんかなんかだったりとか、あと1年期、3回期、4回期みたいな、あ、4回期じゃない、7回期みたいな感じで、その時の法事に使います。これも法事ですね。で、ちゅくんっていうのは、ついっていう意味です。つい。だから、重箱
とかのことを言いますけど、重箱で、こっちが、まあ、例えば餅、重箱、餅ってやったりしたら、ちゅくんっていうのはつい、必ず、これが本当は1っていう単位なんですね。みんな重箱と餅がワンセットってよく言うんですけど、これは、片しって言って半分です。半分、片っぽっていう意味です。なので、本来のちゅくん、重箱はちゅくんですよっていうのは、この重箱が2つ、餅が2つ、これを1として数えるので、ちゅくんっていうのが、本来の形っていう風に、イメージしてもらえるといいかなと。あと、茶わきっていうのは、茶わきとか茶わきとか言って、お茶と一緒にいただくものっていう意味もあるんですけど、沖縄では、この、お皿におかずとかを入れたもの。このおかずっていうのが、例えば三枚肉、かまぼこ、昆布とかを入れたもの、茶わきっていうふうに言います。で、この茶わきっていうのはちょっと言葉の使い方が人によって違ってたりとかするので、ただこれ、法事の、動画に質問があったものなので、おそらくその茶わきっていうのは、多分この夕飯とか出したりとかするときのおかずのことを言っているはずなんで、それが茶わきになりますね。ちょっと分かりにくいところとかあればまた突っ込んでいただければいいかなと思います。今度はハーガーとかダグとか実際のものを買ってきてちょっと動画作ろうかなって思ってるので、またちょっとそれはお時間ください。はい、ありがとうございます。で、その次、沖縄納骨のやり方っていう動画に、コメントが来てますね。動画拝聴させていただきました。ありがとうございます。一つ質問がございます。干支が重なる方がお墓の中に入れないのはどんな理由があるのでしょうか？教えてくださいっていうことなんですけど、干支の重なる人っていうのは、その道理はようわからないんですけど、実は。この、同じ干支っていうのは、パワーが弱くなる。だから沖縄では、生まれ年にお祝いってしますよね。十三祝いだったりとか、要は、つしびって言われてるやつですね。これなんでかって言ったら、単純にその生まれ年だからお祝い、嬉しいっていうわけじゃなくて、生まれ年には、要は、まぶやが弱くなって引っ張られる。あのように引っ張られる可能性が高くなるから。だからその時はなんかマイナスなんでしょうね。なので、お祝いをすることで、皆さんにこの不幸っていうか、マイナスを少しずつ分ければ、一人一人にとってはマイナスではない。大きいマイナスではない。で、皆さんから力をもらうっていう意味で、トゥシビーやるんですね。なので、このエトっていうのが沖縄ではやっぱり重なるっていう人が、お墓の中に入れないっていうのは、弱くなっているから、あの世に引っ張られる。お墓ってあの世とこの世の、境目なので、そこに入るとダメっていうふうに昔から言われているそうです。少しでも参考になればいいかなと思います。ありがとうございます。あとは、これはコミュニティのコメントに、これは、有料メンバーのコミュニティだけにコメントされたものなんですけど、実は11月10日の、動画に、うちの夫が初登場、顔出して出たの初めてじゃないかなっていう、初登場してるんですけど、それに、メンバーさんがちょっとコメントしていただいたんですけど、ハスキーな声。なんかね、ちょっとガサガサしてるんですよ、声が。で、ガサガサしてて、前の動画で聞いてるって言って、ヒープーさんみたいなイメージを想像したけど、ちょっと違ってたかも。で、うちの義理の弟と似てるって、糸満ちの顔だねーって、密かに画面に叫んでますっていう楽しいコメントをいただきました。うちの夫は糸満の出身なので、糸満ちの顔をしているのかはわからないですけど、なんか一応普通の男性です。道歩いてても別に普通です。はい。で、あと仏壇に足を向けて眠るなーっていう動画をこの間出しましたけど、コメント失礼します。仏壇の方向に足を向けて眠ってるんですけど、壁やドアを挟んでる場合もダメですかっていうことなんですけど、あまり良くはないけど、ベッドとかの部屋が隣にあったりとかする場合、どうしても仏間に足を向けて寝るっていうことはもうしょうがないかなと思うので、一応壁やドアを挟んでるので、ご無礼かもしれないですけど許してくださいっていうふうに仏壇に一言言っておくと自分の気持ちも落ち着くかなと思います。物理的にやっぱり無理な場合もあるんですよ。こっちに例えば仏壇があって、こっちの部屋に寝てるとしたら、こっち神座だからそんなことはないと思う。こっちに
足を向けて寝てると。で、ここには、まあ、襖があったりとかするんだけど、実際仏壇に足向けて寝てるんだよねっていう場合もあると思います。で、この場合はもう詫び入れるしかないかなっていう感じです。はい。で、沖縄の1年期、3回期、7回期、13回期の若数、この準備物とやり方っていう動画にまたコメントをいただいてます。はじめまして、県外に住む長男嫁です。先日、義理の弟の1年期だったのですが、お吸い物っておっしゃってましたが、うまくできず、必ずお吸い物ですか？できればお吸い物を作る動画をお願いできないでしょうか？すいません、お吸い物ではなく、すまし汁なんですっていうふうにコメントいただいてます。法事の時は、味噌汁とか、この濁ったものではなくて、すまし汁みたいな、スープというか、おつゆを作るんですけど、大体沖縄では、豆腐とわかめのすまし汁作ったりとかしますね。で、だしのパックで取ったりとか、普通にカツオだしにあって、普通の味噌汁作るちょっと一個前ぐらいのやつでやる場合もあるんですけど、世の中には便利なものがありまして、これ見えますか？わかめしじみスープっていうのがあって、これ私、法事屋さんから買っているんですけど、一応念のためにっていつも常にお家にあるやつです。普段のご飯にも使ってます。これ、この乾燥させた具が入っていて、これに乾燥のわかめとか、しじみで、ちょっと人参が入ってるので赤は入るんですけど、全体的に暗いのでまあいいかなっていう感じです。で、ネギが乾燥で全部入っていて、90g 入ってるんですけど、これ島根県で作られてるやつなんですけど、これを大さじ軽く1杯 5g ぐらいを入れて、カップに熱湯を注いで混ぜて、要は、乾燥してるスープなんですけど、これを、例えば5人前だったら、大さじ軽く5杯ぐらい入れて、熱湯、まあ、お湯沸かしてもいいですけど、熱湯を入れて、よくかき混ぜて、鍋で温めてとかってやって、これでお吸い物作る場合もあります。で、これで作る場合は、法事なんだけど、何人来るかわからないとか、人数が少ない場合っていうのは、たっぷり、お吸い物作るよりかは、こういうスープを上手に使った方が、味も美味しいしっていう感じなので、これは、ちょっと味薄いなと思ったら、もう一杯足すとかってやって、自分の好みで調整できるので、私結構このわかめしじみスープ使ってます。いや、スーパーで売ってるのは見たことないんですけど、私は伊南瀬天霊さんでお願いして、これを購入して、法事の時には、おおよそこれを使う感じですね。大きい法事じゃない限り。なので、自分で作るっていうのも一ありだと思うんですけど、こういう、便利な、あれもありますね。アーサのすまし汁みたいなのも乾燥のやつであるので、県外にお住まいっていうことなので、必ず沖縄のものではなくても、これも島根県のものとか沖縄のものではないんですけど、こういうものをうまく使うのもいいかなと思います。で、あとは、法事には必ずお坊さんを呼ばないといけないっていう動画へのコメントですね。めっちゃ参考になりました。早めに両親が亡くなって教えてくれる人もいないので、そうですよね。親が教えてくれなかったら私たちって、わからないじゃないですか。なので、私もこの YouTube 始めた時って、自分用のメモとして一個ずつ残していこうっていうのと、講座受けてる方が何人かいらっしゃったので、この講座受けてる方のための、復習の動画として撮影したのがスタートの始まりなので、こういう、なんか、早めに亡くなって教えてくれる人もいないから助かりましたとかっていうコメントで、また頑張ろうって、結構ね、撮影とか大変な時もあるけど頑張ろうっていうふうに、思うことがあります。で、今、ザザザッと、どれぐらい前からだろう、2週間ぐらい前からのコメントで、まだ返信してなかったものに対してコメントをさせていただきました。他の方の質問で勉強になることっていうのが実はたくさんあると思うので、もしよければ皆さんも、今までの動画だったらどの動画でもいいです。コメントをいただければ、できるだけコメント拾って、このコメントにどんどん答えてみたっていうのを定期的にちょっとやっていきたいなと思ってるので、これコメントがないと、あれなんですよね。成り立たないんですよ、このコーナーが。なので、ぜひ、感想だけでもいいので、コメントをいただけると、もちろん質問があったらコメント。で、個人情報が含まれる場合は LINE でお願いしていますので、ぜひ、またよろしくお願いします。ということで、今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。